はい、こんにちは、僕です。新女神転生4やっていきたいと思います。今回はね、銀座かな、築地本願寺に向かっていきたいと思いますね。本願寺方面通路っていうところ、ここ直進していけばいいのか。あ、そこまでね、悪魔はこの辺強くないので、まあ、苦戦する感じではないかな。あ、でも油断してるとな、後ろからやられるんだよな。東京銀座エリア。あ、外に出てきましたね。あ、築地。すぐ目の前にあるんだ、築地って。これ正面まっすぐ行くとどうなるんだ？右下。まあ、いいや、築地にとりあえず入っていきますか。整理しとこうかな。よし。あー、くそ。まあ、ちょっと邪魔が入ったんですが、築地にね、向かっていきましょう。目の前に巨大な寺院がある。あ、築地本願寺。中へ入る。ここにユリコがいるんですか？え？ダンジョンになってる？ダンジョンになってるっていうのが毎回そうか。こういう感じですよね、作りは。うん、築地本願寺。築地本願寺の中に乗ってきましたけど。屈強そうな男が立ちふさがった。ここは、ガイア教団の総本山だ。お前も入団希望者か？あ、そうです、そうです。まったく。そういう輩が多くて、我らは頭を痛めている。なんで？そういう輩が多い。差し詰め、うん。ガイア教団の権威を借りてでかい顔をしたいのだろうが。そういう輩ね。おとなしく地下街で、田山に尻尾でも振っていろ。俺は誰にも尻尾は振らない。ならば、我らの入団試験を受けてみろ。入団試験。その言葉が虚勢か否か、見極めてやる。なんだ。屈強そうな男は手持ちのスマートフォンを器用に操作した。ちょっと黙って操作してもらって。データ受信中。お前らの端末に電子志願書を送信してやった。なんでこっちの IP アドレスなりなんなりわかるんだ。それに署名し、私の元へ来い。署名し。新しいクエストをリストに登録しておくわね。今回はチャレンジクエストに登録しておいたわ。なんだ。何か追加されたんですか？試練を乗り越えよ。ろうそくの火を消さずに本堂に到達した者を入団試験の合格者とする。なお、以下の事態が生じた際、受験者を不合格とする。試験中にろうそくの火が消えた。試験中に自らクエストをギブアップした。まあ、やってきますか。本堂に向かえばいいのね。屈強そうな男が立ちふさがった。屈強そうな男は、ペペチの目をじっと見つめている。語らずともわかる。うん。電子志願書に署名したようだ。そうです。はい。入団試験の説明をしてやる。ここから入団試験なのか。屈強そうな男はろうそくを取り出し、それに火をつけた。このろうそくの火を消さないように、本堂までたどり着いてみろ。消える条件ってあるのかな？ろうそくは戦闘で時間が経過するたびに減っていく。なるほど。なお、試験は一人ずつ受けてもらう。一人ずつ。まあ、いつも一人だからな。どんどん。あ、みんないる。気乗りしないが、これも、田山に捕まった同胞のため、みんなの健闘を祈っているよ。後ほど、本堂で会おう。ヨナタンたちは、屈強そうな男から火のついたろうそくを受け取った。ヨナタンたちは順番に先へと進んでいった。あ、ペペチは一番最後。ヨナタン、ワルタン、イザボーと別行動を取ることになった。さあ、お前も本堂へ向かえ。はい。火のついたろうそくを受け取った。ろうそくを持ち歩くことになった。ろうそくの火の状態は、メニューを開いたとき、あと、バトル中にも確認できるよう可視化しておいては。可視化しておいた。ガツンと一発。いやー、こんなのね、こんなミニゲーム的なもの、プレイした記憶ないんだよな、まったくな。本当にこんなことやったっけな。どこで見てる？あ、ろうそく、ろうそくにも HP があるんだ。あ、悪魔がいる。悪魔いるよな。悪魔がいない方に進んでいけば、いや、いるんだよな。いるんだけど。どっちに行けばいい？これ、とりあえず、回避していけばいい。あ、回避できないのか。先制取られてしまった。悪魔はやる気なんて、このガイア教団じゃん。警戒して。先制取られてしまった。
大丈夫か。ろうそく狙ってきやがるぞ、こいつら。こいつらろうそくを狙ってきやがる。ぶっ倒していくぞ。ガイアフーマン。ガイアフーマン。まあ、大した強さじゃないな。ただね、弱点がないんだよな、人間。弱点ないんだわ、人間だもの。テトラカーンやった方がいいかな。まあ、ボス戦があるかわかんないけど、まあ、できる限り、ろうそくが減っていく。あ、ほら、ちょっと待って、ろうそく狙ってきやがる、こいつら。ちょっと待って。ろうそく狙ってくるだと。ろうそくしか狙ってこないじゃん。あ、いけねえし、通れないじゃん。え、なに？じゃあ、こっちに行くしかないのか。悪魔だ、今度は、ちゃんと。はい。先生じゃないよね、まさかね。ろうそくの火がね、消えてしまうんで、できれば一旦以内に倒し切りたいよな。オッケー、一旦で終わったぜ。余計な戦闘は避けたいところだけど、わかんねえな。それが必要な戦闘なのか、不要な戦闘なのか。判断つかないですね。いや、築地本願寺こんな入り組んでないんじゃない？何これ？何これ？入る？あ、ワープしたな。いやいやいや、築地本願寺ってそうじゃないと思うんだけど。これ壊しておこうか。ワープするんだな、築地本願寺って。いや、悪魔がいる。こっちも、まあ、あの悪魔はね、近づいてこないから、積極的にね。これ、どっちから行くべきかな？わかんねえな。届かなかった。ネビュラスみたいな、ネビロスがいるな。弱点わかんないな、こいつら全然。アギラもやっとけばいいんじゃないか、とりあえず。わかんないけど。倒しきれないかな。やる、ブロックされたわ。え、物理効かないのか、こいつ。マジか。ああ、一旦落ちたな。え、何が効くのかわかんねえな、ネビラス。まあいいや、倒せたぞ。こっちでよかったんじゃないか。わかんねえな。合ってるのか正しいのか、間違ってるのか判断つかないな。宝箱がある。チャクラポット持てないのか。ここ破壊しておいて、ここに入る。どこに飛ぶ？あれ？帰ってきちゃった。戻ってきちゃったよ、入り口に。こっちじゃなかったのか、じゃあこっち側だな。あ、余計なバトルをしたということですね、多分ね。いや、なんで先生なんだよ。こいつら。いや、マジうぜえ。やべ、全員麻痺してる。あ、ちょっとね、アギだわ。麻痺溶けてくんないかな。これしんどいな。開幕バインドボイスとかどうしようもねえじゃん。うぜえ、マジうぜえ、こいつら。お前はブフに弱いんだな。こいつも火に弱そうだけどな。そんなことないか。ジオンガはどうだ、色的に。ああ、弱点じゃねえ。弱点じゃねえのか。何弱点かわかんねえな、山ワロ。そう、倒しきれなかった。じゃあ続けてもう一体。いや、なんで敵の先生なの、毎回。ちょっと。あ、まずいって。なんで先制取られるか、どっちが先制かって完全ランダムなんですかね。ほんで、ヨモツンXさんは今回初めてだよな。初めて見るよな。何が効くかわかんねえな。こいつニヤリしてんのか、もしかして。これなんでニヤリしてんだよ。いや、倒せました。セーブできるのかな、これ途中で。あ、できますね。セーブできるんだ。セーブしておこう。ここまで来て死にたくないわ。で、さらに奥に向かっていきます。うめ。ハンゴンコを見つけたが持ちきれなかった。
ハンゴンコ持ってく、持って帰りたいな。ハンゴンコ貴重じゃない？こっちは違う気がするな。悪魔がいる方に行ってみよう。あ、戻されちゃったよ。んで、じゃあこっちの悪魔がいる方ね。行くしかないのか。いや、これまた敵の先生じゃないの？ほら、納得いかないんだけど、これ。なんで敵の先生なんですかね。うんだよね、完全にこれ。こいつ弱点何なの？あ、浜弱点か。弱点見えねえやつばっかだな。一体しか倒せなかったわ。これまずいぞ。アギダイン、ろうそくに。ろうそくにアギダインしやがった、こいつ。なんてことしやがんだよ。くっそ、まずい。北の巻や、あ、怖っ。危ねえんだよ、マジでよ、てめえよ。ろうそくが減っていくわ、どんどん。や、マジか。いや、まずい。マジ危なかった。危機一髪だよな。マジ、敵の先制攻撃ってなんとかならないんですかね、これ。またワープゾーンがあるのか。あれ、そっち側行けないのか。どうなっとるんや。ここにワープゾーンがあって、多分こっちは違うんだろうな。わかんないけど。悪魔がいる方に向かっていこう。外したな、今。また敵の先生でしょ。ほら。なんだよ、この難易度よ。バインドボイスやんじゃねえ、マジで。麻痺させられるんだわ。マジムカつく。マジムカつくわ。オッケー、倒せた。マジ必死だわ、このバトル。新しいスキル。回復ギガプレロマ。そんなのあんの？回復ギガプレロマ。ちょっともらっとこうかな。猛勉強いらないか。相当回復するんだろうな。火炎耐性を電撃耐性。いや、欲しいけど、マイアウェルはね、火炎弱点だから火炎耐性をつけてるんだよな。これは外せないですね。欲しいけど。お前もか。衝撃無効。あ、無効系も覚えるんだ、お前。まあいいや、ちょっとそれもらっとこう。ちょっと無効。属性無効はね、絶対忘れられないや。スクンダ、マハメド。スクンダかな。紙一重の戦いばっかりだわ。もちろん、ちょいちょいセーブしていかないと、いつ死ぬかわかんないですね、これ、本当に。まだ続くのか？第二修法会館だって。まだ続くんだ。ああ、また敵の先生じゃないか、これは。バトルの曲が流れてるもんだって。ふざけんな、マジで。マジ許せねえよな、これは。山わら弱点なんだ、てめえ。弱点、浜弱点か。弱点狙えそうにねえな、これな。いや、だいぶろうそく減ってきてるんだけど。大丈夫かな？反射。マハーブフーラやってみようか。ちょっと覚えたての魔法。みんな聞くね。オッケーオッケー。そんでね、だいぶ MP なくなってきてしまったんで、チャクラドロップ使っていきますか。まだ続くのか。結構広くない？築地本願寺。まあ、これ二択だな。どっちかわかんねえな。セーブしとこう。こういう時はセーブだわ。とりあえずした。本因、戻、いや、戻ってないな。これはついたのか？ガイア教団の女が立ち塞がった。ほう。火を守りながら、ここまでたどり着いた。やっと終わりかな、これ。お前が目指す本堂はもう目の前だ。うん。だが、ここから先を目指すのであれば、私に力を示さなくてはならない。なるほど。立ち塞がるのか。行くぞ。いや、行くぞ。疑問系望むところだ。ぶっ倒していこう。先制攻撃じゃねえだろうな。お前の力でもってこの悪魔を退けてみるがいい。これはなんだ、カーリー、カーリーかな。そしてもし力及ばぬならば、惨めな屍を晒すが相応。見極めさせてもらうぞ。
死の淵にて輝く真なる力の歩道。先制攻撃じゃない。だならいけるわ。ターラカか。わかんねえな、弱点。とりあえず適当に魔法使いながら、できればタルカジャーじゃないな。テトラカーン。タルカジャー前とこ。ボス戦だからね、一応ね。テトラカーンも前とこ。こいつ魔法使ってこないよな。腕が4本あるしな。ブフーラはどうでしょ。アギブフーは弱点じゃない。あ、ロウソク減るんかい。ウェドーンなんてしてくんじゃねえよ、マジかよ。待って、ロウソクにテトラカーンは有効じゃないの。嘘だろ。弱点ねえのか、もしかして。テトラカーンしておこう。ザンマ、あとザンマか。どうすか。あ、弱点ないです。こいつ弱点ないです。まずい、ロウソクが。テトラカーン、お前。テトラカーン返し。ロウソクしか狙ってこねえじゃねえか、こいつ。マジかよ。じゃあね、一番、ジオンガしていきますか。あとは何使っても変わんないよな。とにかく攻撃していかないと、ロウソクがやばい。ロウソクの火がやばいわ。あ、テトラカンした方が良かったかな。ロウソクの火が減ってく。やめろよ、ムドンはよ。やめろよ、ロウソク狙うの。あ、まずい。このターンで倒さないとまずい。ロウソク消耗しすぎたよな。赤くなってる。もうちょいで倒せるよ。ジオンが。あ、オッケー、超ギリギリだった。お前の力、認めてやろう。倒せてよかった。超ギリギリの戦いだよな。そんなに戦力差あるわけじゃないんだけどな。お前で4人目だ。あ、みんな合格してるんだ。天井から来た侍か。なかなか侮れぬな。さ、先へ進むがいい。はーい。ちょっと回復したり。誰もリカームは持ってないんだっけ。あ、リカームあるな。よかった。マイアベルを起こして。いや、ほんとギリギリですよ、これ。ろうそく。あと一旦、もしくはあと一発食らっていたら終わっていましたね。奥に向かっていきます。巨大な女神の像が横たわっている。あれ、これメムアレフじゃないの？メムアレフの像だよね。いや、来たね。僕もどうにか切り抜けられたよ。なんとか全員揃えたみたいだな。全員合格。これにて試験は終了だ。うん。そのろうそくはもう必要ない。よかった。うん、試練を乗り越えよ、達成。しんどかった。ペペチたちは、ガイア教の僧侶に、ろうそくを返した。入団試験を突破した腕前、見事だったぞ。もっとも、そのくらいの力量がなくては、ユリコ様に近づくこともかなわぬ。もしかしてあのでかいのか、ユリコ様？田山に頼まれたのだろう。なんだって？見透かされてる。え、なんで？突然床が開いた。ふわあ。順番に落ちるんですか？え、なんでバレてるんだ？ちちちち、くそー。思いっきり尻もちついたじゃねえか。みんな無事か？えっつ。どうにかね。頭上から僧侶の声が響いてくる。本来ならば我が教団に抗がす輩は力でもって粉砕するが起きて、ユリコ様のご好意に感謝するな。どういう行為ですか。さあ、この哲学の回廊を抜け、ユリコ様の元へ向かうがいい。ここからユリコのところに行けるんですね。重要そうな証言だから、クエストに。もういつでも冷静だよな、バローズは。バローズ・ロート。ユリコって女、なかなか隙のない女ね。この状況、割とピンチな感じだけど、目的に近づいているのは確実みたい。哲学の回廊を抜けて、ユリコに会いに行きましょう。わかりました。俺たちのことを知っていて、自分から招き入れるなんてね。なんで知ってるんだ。私たち、生きて帰れるのかしら。大丈夫。自分を信じよう。まあ、ろうそくがないからね。
行けるでしょう。問題ないわ。といったところで、一旦今回はここで終わりにしたいと思います。もしよろしければチャンネル登録、動画の高評価をいただけますと嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。